ブラウンシュバイク市内のフリードリ・ヒビルヘルム像、フリードリ・ヒビルヘルムは、ドイツのブラウンシュバイク・リューネブルク校の一人。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル校及びエールス校、後に、ブラウンシュバイク校。義勇兵組織、黒い軍勢を率いて、ナポレオンのドイツ支配に抵抗し、黒公爵の異名を取った。フリードリ・ヒビルヘルムは、 ブラウンシュバイクリューネブルク公カールビルヘルム・フェルディナントと、その妻である、イギリス王女オーガスタとの間の4、男として、ブラウンシュバイクで生まれた。いとこで義兄でもあった後のイギリス王女王子4世とは、親しい友人だった。フリードリー・ヒビルヘルムは、プロイセン軍に大尉として入隊し、革命期のフランスとの戦いに身を投じた。1805年、 シュレイジエン地方のエールス公国の統治者だったおじ、フリードリヒアウグストが子供を残さずに死ぬと、フリードリヒビルヘルムは、プロイセン王国の俗領になっていた、この商公国を相続した。1806年10月、フリードリヒビルヘルムは、プロイセン軍の少将,将として、イエナ・アウエル・シュタットの戦いに参加した。同じく、プロイセン軍の陸軍元帥であった父がこの戦いで、 戦死すると、フリードリ・ヒビル・ヘルムが、ブラウン・シュバイク・ボル・フェンビュッテル広告を相続した。長兄は、父の2ヶ月前に創生しており、時兄と三兄は、知的障害を持っていたので、フリードリ・ヒビル・ヘルムが行為を継承したのだった。第四次大仏大同盟戦争からプロイセンが、離脱すると、彼の両国は、フランスの占領統治下に置かれたのみならず、1807年に、 ナポレオンが創設した、短命な衛星国家ベストファーレン王国に、組み入れられてしまった。フリードリー・ヒビルヘルムは、妻の実家を頼って、バーデン大公国領のブルフザルに逃れ、同地で数年間を過ごした。バーデンは1806年の皇帝フランツ2世による、神聖ローマ帝国解体の宣言に伴い、独立国家になっていた。 第五次大仏大同盟戦争が1809年に勃発すると、フリードリヒビルヘルムはこの機会を利用し、オーストリア帝国の支援を受けて、ゲリラ部隊を組織した。この部隊は、外国人に占領された祖国の藻に服して、黒い色の制服を着ていたため、黒い軍勢と呼ばれた。公爵は、エールス公国を抵当に入れて作った資金で、自分の部隊を養い、 オーストリア領ボヘミアから、フランスの同盟国であるザクセン、ベストファーレンを通過して、北海沿岸まで行軍した。1809年8月、フリードリヒビルヘルムは一時的にではあるが、都市ブラウンシュバイクを脱回することに成功。このことで領民から英雄に祭り上げられた。その後、敗れて、イングランドに逃亡し、義兄の摂政偶、常時期化のイギリス軍に加わった。 元は2300人いた黒い軍勢の兵士たちは、スペインとポルトガルで繰り広げられた、半島戦争の最中その大半が命を落とした。フリードリー・ヒビルヘルムは、プロイ戦軍がフランスに占領されていた、ブラウンシュバイク・リューネブルク公国を解放した後、1813年12月に、ブラウンシュバイクに帰還した。 1815年、ナポレオンが百日天下で、束の間の政治の舞台に帰り咲くと、フリードリヒビルヘルムは、ナポレオンと戦うために、新たな舞台を組織したが、同年6月16日、カトルブラの戦いで銃弾を受けて戦死した。ブラウンシュバイクは、長男のカール2世が相続、ナポレオンは、セントヘレナ島に島流しにされ、領土は、ブラウンシュバイク公国に改められた。 エールス広告もその同君連合下に置かれた。1802年11月1日、フリードリヒビルヘルムは、カールスルーエで、バーデンの四次公子カールルートビヒの娘マリーと結婚した。公爵夫妻は二人の息子を授かったが、マリーは三度目の出産で女児を死産した四日後に、三熟熱で亡くなった。ありがとうございます。